ミスしたらみんなでカバーし合う。で、得点したらみんなで喜ぼう。で、失点したらみんなでもう一回アドバイスしようって声かけしよう。で、今日は全部プラスの声かけでいこう。な、何が起ころうが最後まで諦めないっていうところをやるの。これだ。いいか。前回のところは相手の攻撃のところを言ってるけど、今度は自分たちはその攻撃に対して守備をどうしていくかっていうところね。でも実際やってみて違うかもしれないから、そこは対応して。でも最初は両方来るっていう判断する。でそこはもうスプリント、チャンスはどんどん出ていこう。言ってたよ、マラソンもあとこれぐらい頑張っとけば。でもそれをやれば必ず結果が出るんだ。自信持ってやれ。で、みんなでカバーし合おう。 OK。 ご覧のように3対2で以上。お願いします。お願いします。よし。でもいつものことを、必死でやらなきゃいけないぞ。で走らなきゃいけない、ハードワークしなきゃいけない。でスタートだけじゃなくてここにいる全員がその気持ちでやらなきゃいけない。でやることはもう揃ってる。もう素晴らしいピッチだ。応援も来てる。で注目してくれてる。全部出し切っていこうぜ。今日の試合勝たないと次がない。それで緊張するんじゃなくてここに 100% 全部出せ。次の試合は次の試合でまた考えよう。 OK。 まず今日のこの試合、このゲーム
まず前半、いいか、チームで戦え、チームで行こう。そう、さあ、声かけ合っていこうや。さあ、行こう。さあ、出し切るよ、出し切るよ、これ。まずこの舞台でできることを楽しみながら、出てないやつの分も全力で戦おう。よし、行こGo!
応援してください。ナイスカズマ、ナイス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 みんながそれをやるって決めて覚悟を持ってやったからああいう守備もできたかなっていうのは、はい、おしまし、おしまし、怪我した子は大丈夫ですか？いや、わからん。これ映像です。映像、映像か、映像か、あれ映像やった。恥ずかしい。映像やったか。あ、スポット以外やばかったね、あれよう決められんかったね。持ってる、大丈夫、大丈夫。一言、一言。いや、あれです。カメラ見せちゃうよ。行けよお前。いやもう。いや行けよお前。お前ないでこんなん。おろす。お前ちゃうよ。カルテジョブ。去年先輩たちの力もあったんですけど、負けてしまってとても悔しい気持ちがあって、1年間それを目標に取り組んできたので、この舞台でまたこの新しいチームでもうここまで来れたんで、最後次勝って昇格したいと思ってます。向井さんも頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今後自分がもう活躍していったら、愛媛のユースの価値も上がっていくだろうし、そういう責任を持って今後プレーしていかないといけないので、明日もそういう覚悟を持ちながらやっていきたいなと思います。ありがとう。ありがとうございます。全部言われへんさ、数も言えへんさ。あ、それ思いました。それ思いました。最高だよ。スーパーさ、めっちゃ最高だよ。いやー、よかったな。ラスト、なんもないですよ。ブラボーじゃん、お前。いやー、ブラボーっすね、ほんまに。帰れんの？帰れん。明日、明日、明日、明日。変な話。あ、ブラボー。プロジェクター甘いよ。大型さんなんで、そんな話をお前動画に載せない。多少ね、俺らトレーニングした。トレーニングした。でもこれが限界。現代に合わないんですけど、俺らはもういいよ。学ぶの言ったけどさ、そういうのがやっぱ最終的にこっちに転がってくるっていうところ。代表もそうだ。でもさ、代表はこの次に負けて、また次勝ったって言ったけど、次俺ら負けたら何の意味もないじゃん。だからその次勝つためにどれだけ回復できるかで、今の海の状況だったら多分厳しいのかな。でも違うやつがカバーすればいいし、でまた一つチャンスが増えるわけだ、で次市船もう多分かなり強い。でも強いけど同じ高校生でしょ、ね、やってやろうよっていう感じね。であとはこのいい準備をするっていうところで、帰るときはやっぱきれいにして帰ろう。来たときよりきれいにして帰って OK。 この過ごし方がすごく大事になるからね。で今度はもう本当にサブの力がすごく大事になってくるからな。そこを十分に考えて、行動、準備していきましょう。いいですか？はい、じゃあ一回締めます。そうそうそう、はい、すみません。クレンジになるよ。枯れてよかったですね。日曜日に向けて一言お願いします。いや、多分日曜日、次日曜日なんで、多くの人見に来てくれると思うんで、その多くの人の前で、まあ、勝利を届けるように頑張ります。
ありがとうございます。ありがとうございます。